安がらには、韓国の柔道家。身長172センチメートル。1984年のロサンゼルスオリンピック71キログラム級で優勝した。地元で開催された世界選手権と1986年アジア大会でも優勝を飾っている。しかし2度目のオリンピックとなった、地元開催の1988年、ソウルオリンピックでは一つ。 階級を上げて7 8ラム級で出場したが、20位体と振るわなかった。2015年には、韓国の警察庁知能犯罪捜査隊が、全国体育大会への不正な選手派遣や、抗菌横領、八を調などの数々の不正行為を働いた疑いで、韓国柔道会の関係者40名ほどを在宅で立件することになった。その中でも特に悪質なケースとして、 劉一志大学校の教授を務めるアンの名が上がっている。それによればアンは2012年から2014年にかけてチェジュ道とは何の関係もない配下の選手18名をチェジュ道代表に仕立て上げて全国体育大会に派遣した見返りとしてチェジュ道体育会とチェジュ道柔道会から1億1000万ウォンの謝礼を受け取ったという。なお、 2014年の大会では7 8ラム級の某選手に対して、決勝でわざと負けるように、八尾町の指示を出したとも指摘されている。また、全国各地の体育会が2009年から2014年まで、龍人市大学校の選手132名に支給した1億600万、ウォンの強化費の横領及び、大学の法人用クレジットカードを悪用して1億9300万。 ウォンを横領した容疑でも取り調べの対象となった。加えて、アンは、公金横領や八王朝疑惑で立件されながらも、2015年7月に、公衆で開催されたユニバーシアードの大会初日に、ジュリーや主審を務めた。それが報じられると、大会組織委員会がアンを審判から外す事態となった。この件に関して、大韓柔道会は、 事件が明るみに出る前にアイフの推薦を受けて、ファイスーが案を審判に割り当てたので出場したと見られる。また、組織委員会の関係者は認知していなかったとそれぞれ弁明した。一方で、大韓柔道会の会長を務めていたナムジュンヒョン、会長は2015年6月に辞任した。ナム会長は2014年9月に、ニ川で開催されたアジア大会において、 入管証を持たない知人3名を柔道会場に入れようとして警備関係者ともみ合いになった際にここでは俺が王だ。柔道会の会長は試合を中断させることだってできるとはめき出すと駆けつけた警官らにもさらなる暴言を吐いて侮辱容疑で告訴された。さらに2015年6月には全国実業柔道最強戦後の夕食会で 中高柔道連盟会長の A に対して、ひざまずけと強要するも拒否されたことに立腹して A に暴行を加えたことで告訴されていた。ありがとうございます。